皆さんこんにちは。日本を強く、現場に誇りを、ヒゲの隊長佐藤正久の国会教室、今日もよろしくお願いします。今日は南シナ海、中国、あるいは ASEAN 諸国、アメリカ、ロシア、そして日本との関係というものについていろいろお話をしていきたいと思います。まずこれを見てください。これは南西航路帯は日本の生命線、この赤い線、これが日本の油の道、オイルシーレーン。皆さん生活あるいは経済活動において油、これをなしには考えることはできないと思います。その油の約8割がこのペルシャ湾、ホルムズ海峡の方からインド洋、そして南シナ海を通って日本に来ます。南シナ海、日本から遠いなという感じがあるかもしれませんけども、まさにこの南シナ海が中国の海になってしまったら日本に油が入ってこなくなる可能性があります。日本の油備蓄が十分あるわけではなく、約半年というふうに言われています。1日に約60万トンの油が入ってこなければ我々の暮らしや経済活動もできないというふうに言われています。衛星でパッとこの赤い、中東から日本に伸びる赤い線上には日本用だけで約50隻のタンカーが浮いています。ただそのタンカーには日本人の船員がほとんどいない、外国の船員です。この南シナ海においてハラスメントがあれば、日本のために外国の船員が本当に油を運ぶでしょうか？運ぶはずがありません。となると油が来なくなる恐れがあれば、株価が暴落、そしてまた仮に備蓄をちょっとでも出すというような動きを見せれば、さらに株が下がると思います。そのためにこの点々というこのインドネシアのロンボク・マカスル海峡というこの点々の代替ルート、これを使うことも考えられます。ただこの場合5日余分にかかります。仮に30万トンの大型タンカーが2隻、合わせて60万トン、1日の日本の消費分、これをこの代替ルートの方を回すとすると、約1日あたり1億6000万円余分にかかると言われています。経済人にとってもこの南シナ海、中国の海になってしまったら大変なことになります。ただその中国は覇権的膨張主義って言われるように、第二次世界大戦が終わってからまず西に行ってチベット、これを自治区にし、また西北に行きウイグル、これも自治区にし、北に行って今度は蒙古、内蒙古、これも自治区にした。つまり西と北が終わりました。残ってるのは東と南、これが南シナ海、東シナ海なんです。その南シナ海には西沙諸島というのが北部にあり、南の方に南沙諸島、そしてこちらフィリピンに近い東の方にスカボロ諸島、中沙諸島というのもあります。西沙諸島はもう中国の三沙市と言われる市の市役所があり、多くの人が住み、軍事拠点が進んでます。近年問題になっているのは南の南沙諸島。そこではこのように南沙諸島の7つのこういう満潮時、ほとんど海に隠れるようなこういう岩礁をどんどん埋め立てて、このように滑走路を作り、レーダーというものを置く、こういうものをファイアリークロス礁とかクアンテロン礁をどんどん進めて、これはオバマ大統領が習近平に騙されました。習近平主席はオバマ大統領にこう人工島の埋め立てはやっても、これは軍事基地にはしない、完璧に裏切られました。今どんどんこの軍事基地化が進み、中国はこれ自分の国を守るための防衛施設と言って、この動きを止める気配は全くありません。いずれこの南シナ海に原子力潜水艦、これを沈めて、まさに原子力潜水艦の聖域にし、そこからアメリカ本土まで届く核弾頭付きの弾道ミサイル、これを配備することを考えて
今着々とこの拠点化を進めてます。見てください、このファイアリークロス守備省ミスチーフ、7つの岩礁のうち滑走路がある3つの島です。人口と3000メーター級、あるいは2600メーター級、ファイアリークロス守備ミスチーフ、ここで滑走路が建設をされています。軍用機が離発着する、もう時間の問題。ただこれだけでは本当は脅威にはなりにくい。実はこういう人工島の一番の弱点は水です。飲み水、水がなければ長期間の戦闘は難しい。給水施設をアメリカの潜水艦かミサイルで破壊をされれば長期戦は難しいというふうに言えるかもしれません。ただしそういう体制が取れなくなれば、あるいは緊張状態においては、この3つの滑走路、南シナ海における制空権を取る上でも極めて有効です。さらに今関心があるのは、西沙、南沙ときてもう一つこちらにある中沙諸島。中国の海警局の船がほぼ毎日張り付いて、万が一これが埋め立てがなされて同じような人工島ができれば、いよいよ南シナ海における中国の防空識別圏、これが完成すると言われています。しかもこのスカバロ礁っていうのはフィリピンと台湾の間のバシー海峡、この入り口にもありますので、非常にここに中国の基地ができたら、日本も海上自衛隊航行非常にやりにくくなります。当然アメリカの艦船の動きも牽制できる、極めて要衝です。この中沙諸島の埋め立て、これが次の焦点になっています。で、実際南シナ海における中国、まあちょっと細かいんですけども、いろんな形で海警、あるいは漁船、またはこの軍事力というものを使いながら嫌がらせをしています。フィリピンに対しても中国艦船からレーダー照射をしたり、あるいはベトナムにおいては海警の船が漁船に体当たりをして沈没をさせたり、マレーシアの方ではマレーシアの島の近くで海洋調査船がいろんな掘削の動きをしたり、またインドネシアにおいてはこの九段線の外側のナツナ諸島というところでいろんな違法操業、あるいは中国の海警局の船が行ったり、いろんな九段線の外でもハラスメントをしています。またそれに合わすように中国の空母、新しい空母の3頭、遼寧ではありません、3頭が昨年12月に軍事演習をやったり、まだいろんなところで西沙諸島での軍事演習、またこの南沙諸島に向かって中距離弾道ミサイルをゴビ砂漠の方から発射をした、あるいは海南島の方から発射をした、いろんなことが言われています。まさにいろんなことをやりながら、南シナ海、この九段線、出ようという人もいますけども、この九段線の中を自分の海にしよう。もう国際法違反も甚だしい。我々は国際法を遵守する。全くの嘘です。そういう動きをしている。実際に、軍だけではなく、これはちょっと面白い資料ですけども、この南シナ海において、まさに、このベトナム、あるいはそのマレーシア等々に対する嫌がらせを海警局の船でやってます。このまさにベトナムが持っているティトゥー島というところにおる中国の船、このような形でもうほぼ毎月いろんな動き、矢印を見て分かりますようになってる。また先ほど言ったスカバロ礁、365日のうち、こう287日、そのぐらい、こういる。また、このルコニア礁においても、279日、いうぐらい、どんどん、海警局の船を使いながら、まさに海警法と改正がありましたけども、こういうものを南シナ海ということも、念頭にどんどん動いている。当然、この海警法の改正については、ASEAN諸国、特に沿岸国のフィリピン、ベトナムもこのように
外務大臣あるいは報道官の方でふざけるなと、これはまさに戦争の脅威だと言ったり、航行の自由というものが危ないということを言っています。で、一方米軍負けてません。航行の自由作戦、情報収集活動、あるいは日本を含めた共同訓練という形で、いろんな、特に海軍を中心にいろんな動きをしています。トランプ政権におけるこの航行の自由作戦、オバマ政権と比べてもかなり数が違います。この2020年、昨年は10回、この航行の自由作戦と称して、彼らが主張する人工島、あるいは西沙諸島の周り、ここを航行したり、あるいは、この空母打撃群によって、このような形で体系を組み、ニミッツ、あるいはロナルド・レーガンといった空母打撃群が戦術的な訓練というものをやったりもしている。まさに今いろんなせめぎ合いをやっています。ただ、この南シナ海の海の下では、今度はロサンゼルス級の高位型の原子力潜水艦、これと中国の潜水艦、いろいろ超長発射もやっている。南シナ海上空ではアメリカ軍の偵察機や爆撃が飛んだり、当然中国も飛ぶ。海の海上の上もそう、海底も潜水艦もそう、米中のせめぎ合いがどんどんやってます。じゃあバイデン政権はどうなんだ。オースティン国防長官、やっぱりこの南シナ海に言及してます。こういう違法な埋め立てはこれは絶対認めるわけにはいかない。自由で開かれた国際秩序というものを南シナ海に取り戻すためにも、今後とも周辺国、同盟国と連携をする、まさに日本の覚悟は問われています。ケリー元国務長官、この気候変動を担当ですけども、気候変動というものを中国と連携する方からといって、安全保障問題、これを取引材料にはしないというふうに明言しています。実際バイデン政権になっても、まだまだ、処についたばかりですけども、さっき言った空母打撃群、これを南シナ海に送り込んで、1月の23から25日、演習をやりました。これに対抗する形で、中国も、フリゲート艦というものによる実弾射撃訓練をやったり、台湾の防空識別圏に23日、24日と、19機の航空機を侵入させる、いろんなことをやってる。まさに、バイデン政権になっても、南シナ海の波、これは高い、言います。一方、実はロシアもこうやって、見てください。ロシアのこの潜水艦が、昔自分の母港であった、ベトナムのカムラン湾というものに寄港したり、カンボジアの方には、もう練習艦というものを派遣をしたり、あるいはいろんなロシア製の兵器、これをマレーシア、フィリピン、インドネシアというものにもどんどん売り込んでます。じゃあ、ASEAN 諸国何もやってないか、そうではなく、もう地道な努力をしてます。この、インドネシア、第ナツナ島というところに、陸軍、海軍、空軍という形で、逐次、基地を整備し、そして、なけなしの F-16 戦闘機を、このナツナの空軍基地も配備をしたり、フィリピンの方も、そんなお金がありませんけれども、フィリピン独自の軍の力で、こういう形で、揚陸用のスロープ伸ばしたり、あるいは、この揚陸艦、ほんと小さいものですけども、そういうものを配備をしたり、いろんなことをやってます。ただ、見てください。ちょっと見にくいんですけども、非常に勢力が違う。違いすぎ。この中国、例えば艦船、中国が746隻に対して、ベトナムは古いの入れても159隻。もう4分の1ぐらいです。実際上はもっと差がある。能力は質が違います。マレーシアはたった77隻。フィリピンも小さいの入れても121隻ですけども、潜水艦に至ってはフィリピンはゼロ。マレーシアももう2隻。ベトナムももう8隻と、もう比べ物になりません。作戦機、戦闘機に至ってはもう話にならない。中国がもう3000機に対して、ベトナムは
古いのも入れても72席、またマレーシア46機、とうとう、もう全然話にならない。だからこそ、日本がこの周辺国に対して、能力向上、能力構築支援というものをやらないと、これは対応できないし、日本も中東に行く、その往復の時に南シナ海で共同訓練をやったり、寄港したり、プレゼンスを示さなければ、どん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 この中国の海に南シナ海がなってしまいます。もう一回言います。南シナ海が中国の海になったら、我々の暮らし、経済活動も大変なことになります。油の道なんです。南シナ海、一言思っては絶対いけません。今後とも外交部会としても国防部会の連携をしながら、南シナ海においていかに航行の自由、法の支配、国際法というものを適用する環境を作るために頑張ってまいります。これからもどんどん情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。